はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は海外 YouTuber のイッツがですね、マジックミラーの強い使い方、そちらを紹介していたので、今回そちらをお送りしていこうと思います。かがちゃんのーケースケで一曲のーケースケです。ポッ!ということでね、元プロ選手で、そしてね、世界選手権の本国配信の解説も務めます、イッツがですね、マジックミラーの強い使い方、はい、そちらの方ね、紹介していたんで、今回はね、その使い方で、クラン対戦リアルタイムアタックで紹介していこうと思います。なので、クラクラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、今年の目標は登録者11万人でございまして、はい、ありがたいことにね、今登録者109,800人突破いたしました。あとね、150人ちょっとで11万人なので、まだ登録してない方、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、マジックミラーですね、海外 YouTuber のイッツが紹介していた使い方、そちらをお送りしていきましょう。レッツゴー!ケースケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。もうね、どんな風に使うかを先にね、言ってしまいます。もうぶっちゃけ、初手でもう能力発動しちゃうっていう使い方をやってまして、で、組み合わせとしてはヒーラー人形と、マジックミラーの組み合わせやってました。まあ、言ってしまうと、ジャイアントアローの、はい、マジックミラー版ですね。まあ、ジャイアントアローは、線でね、壊す。一直線に飛ばしてって、線で壊す。みたいな感じなんですけど、マジックミラーに関しては、初手で発動することによって、初手で、もう、超、もう、あちゃけ3人に増えた火力で、区画を削る。みたいな感じ。そう、ジャイアントアローが線で壊す。に対して、マジックミラーは区画で壊す。みたいな感じ。区画を壊す。ジャイアントアロー。みたいな、そんな使い方をされていたんで、今回ね、そちらの使い方でね、リアルタイムアタック、やってみようと思います。で、編成に関してはね、こちらですね。はい、このスーパーネクロマンサー編成をね、いつね、やっててレジェンドリーグで、はい、前回撮ってました。で、装備の組み合わせと、ペットの組み合わせ、見ていきましょう。ババキンは、まあ、フェニックス、ジャイアントガントレット、スパイクボール。で、アチャクイは、ユニコーンじゃなくて、フロスティつけてましたね、イッツ。で、ウォーデンは、ファイアーボール、レイジジェム。で、ウォーデンにユニコーンをつけると。で、ロイちゃんに関しては、スピリットフォックス、ホグ人形、ヘイスト役、といった組み合わせでやってたんでね、ちょっとこの組み合わせで、早速ね、対戦リアルタイムアタック、やってみましょう。はい。そしたらね、ここ行ってみようと思います。まあ、まずはここにインビジ薬落としてってあげて、で、ウォーデンここに出して、ファイアーボールでここの区画をね、削ってあげます。クエイクも落としてあげてね、削っていくと。そしたらスパネクを出してってあげて、で、ここ壁開けてってスパネクを入れていくっていう感じですね。で、逆サイドには透過弊社で、アチャクイ速能力発動してって一気にこう、施設をぶっ壊せてもらいます。もう、削りが早いです。即サイドカットしていくんで、まあ、スパネクたちね、無事に入っていくと。で、クラン城にジャンプを落としてってあげて、タウンホール区画に入れていくといった攻め方になりますんで、早速ね、リアルタイムアタック、やってみましょう。では、参ります。はい、クラン対戦リアルタイムアタック。いきます。緊張すんな。まずちょっとね、初めてやるから、で、アチャクイのマジックミラーの強い使い方を皆さんにお見せしたいんで、今すっげー緊張してます。はい、めちゃくちゃ緊張してます。で、これで隠します。隠してってあげて、で、消えたのを見て、あー、ウォーデンゾー!いや、ちょっと待って!やべえ!やっちまった!どうしよう。ちょっと待って。ちょっと待って。ミスったな。重くそミスった。まあいいや、もうちょっと出すしかねえわ。で、ウォーデンついてって。ウォーデンついてって。ちょっと待って。ウォーデンがついていかないんだけど。ウォーデンついてって。ウォーデン。ウォーデン、おい、誰も、オッケー、来た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 。来た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 。そうそう、そっちでいい。そっちでいい。そっちでいい。で、ちょっと、待って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 。おい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 。ちょっと実質腐ってるよ。腐ってる。腐ってる。ウォーデンはまだギリ耐えているね。ギリ耐え、横打ちきっちいから、ロイちゃん出すわ。横打ちがきつすぎる。ちょっと待て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 。全然強い使い方を見せれてねえって。なんだこれ。なんだこのグダグダ回。出していくわ、出していくわ。で、出してって、出してってあげて、削りの方を入れていくわ。削っていくわ、ちょっと。で、やっていくと、どうこれ。どういける、いけるか。もうちょっと、ちょっともう、ロイちゃん延命に命を捧げよう。これはもう、
ロイちゃん延命になっちゃったときよ。そもそも、アチック書店マジック、ミラーどうだった？どんな仕事してた？それは見れてね。もう、それ以前の問題だったからちょっと。全然わからん。うわ、でも前回行けたわ。前回行けたけど。違う。前回行けたけどもよ。前回行けたけど。ちょ、ファイヤーボールは置いときましょう。マジックミラー仕事してたか見てみましょう。はい、行きます。マジック、待って。そう。あ、ちょっと、出す位置ちょっと、左すぎたね。もうちょい右に出すべきだった。で、はい、これ、初手発動していきます。で、初手発動するんで、やっぱ削り早いっすね。削りが全然違うわ。あ、もうはい、別方向に攻撃してくれたりとかもするから。あ、削りが違う。もう削りのスピードが速い。ガンガン進む。で、アチャクイもよ。はい、クローンがいるんで、はい、処理が早い。はい、処理が早い。こういうこと。もう進みが全然違うじゃないですか。よくあるのが、ね、やっぱサイドカット進み遅くてさ、なんかスパネク入らなかったりとかさ、そういう事故とかがあったじゃないですか。じゃなくて、アチャクイを足すことによって進みをね、早くしてってあげる。サイドカットを早めるっていうことによって、もう区画の削りのスピードが全然違いましたもんね。もう、アチャクイヒーラーいるだけで、こっちの投石区画とか、もうアチャクイたちだけで、もうほぼほぼ制圧できてますから。はい。こういうことです。こういうことなんですけど、ファイボがなんか全てを台無しにした。はい。それではね、次行きましょう。次、ここファイボで壊します。はい。ファイボで壊します。で、ここ壁開けてって、スパネクをね、入れていく。で、こっちに投下弊社と、まあ、アチャクイ、インビジでいいかな。で、やってってあげて、まあ、こっち方向に流れていってもらえます。はい。流れていってもらって、あ、ここ、ちょっと壁開けようかな。どうしよう。まあ、いっか。あ、まあ、こっちにアチャクイでもいいかもしんね。こっちアチャクイにしよっか。こっちアチャクイでいいな。うん、そうします。はい。それでは、行きましょう。リアルタイムアタック。参ります。今回はファイボ失敗しない。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 自分に暗示をかけていきます。いきます。まあ、ここからね、ウォーデン出して、即能力発動。はい。はい、来ました。決まった。気持ちいい。決まりました。皆さん、100点満点。100点の攻め。で、スパネクを出していきます。で、ウォーデンを出していただきます。で、入れていきます。はい。といった感じで、あ、待って、スーパーボールブレイクそっちじゃね。まあ、いっか。まあ、いっか。開けてくれりゃいい。開けてくれりゃいい。で、こっちを壁開けて、こっちを、アチャクイです。はい。入れていきます。で、もう能力発動しよう。能力発動しよう。ババキンやばい。ババキンやばいんで、能力発動していく。さあ。で、援軍が出てきたんで、ここにね、入れていきますよと。で、ドルイドね、痛いほど足していきましょうか。はい、足していってあげますよと。で、アチャクイはいいですよ。いいよ。なんか、スパネク進み遅いな。大丈夫？スパネク進み遅いな。スパネクの進みがすげえ遅くない？大丈夫か。アチャクイはもうちょっとここで能力発動してってあげていけば、さあいいよ。どんどん壊していくよ。さあ、ロイちゃん足していきましょうか。で、もうドルイドも全部出そう。ドルイドも全部出します。はい、足してってあげて、で、フリーズで止めていく。さあ、止めていってあげていけば、さあ、いいんじゃない。いけ。で、さらに、どこにレジ使おうか。ロイちゃんにレジ。使ってってあげて、いけば、いいよ、強いぞ。で、ロイちゃんにちょっと、インビジ。当てていってあげて、あー、待って、インビジ薬で隠れた。待って、インビジ薬隠れた。で、インビジ薬隠れた。でも、大丈夫。あちゃけ、ちょっと待って、ノリ発動していけば、さあ、どうだ、強いんじゃないか。ロイちゃん頑張れ。オッケー、壊した。いや、爆破が入る。いや、どうだ、いけるか。あー、待って、ロイちゃん落ちて。いける。なんか、漏れたクマとスパネクがいる。から、いけば、はい、来ました、前回。あ、待って、バネ飛んだ。バネで飛んだけど、これで、はい、前回通れたよねっていう感じです。はい、なので、アチャクイ単独でなんか区画こう任せられて、なんか削れるの強かったですね。アチャクイの動き、見ていきましょう。さあ、それでは、アチャクイマジックミラー見ていきましょう。今回は、まあ、ちょっと初手で発動しなかったです。なんか、初手で発動しても、なんかそんな関係ない区画に入れてったんで、うん。もう単独で、なんかちょっとやばくなったら、こう入れていくみたいな感じにしました。
はい、あの能力発動していくっていう感じしました。そうしたことによってどうなった？どう？あちゃくいこんな感じでね、単独でね入れてってあげるわけですよ。はい、でヒーラー人形って何気に攻撃するとちょっとだけ体力回復するんですよね。それが結構地味に偉いんですよね。でもういっかつって、はい、能力発動してってあげて、あ、ここのジャンプをこっちの区画にかかるように打った方が絶対強かったよな、これ。そうですね。あー、ここ捕まっちゃって、あちゃくいがちょっともったいない感じになった。いや、外周流れたか。外周流れて、あ、削りのスピードがここから速くなるから、あ、いいね、いいね。あ、悪くないね。あ、こうやって単独で入れる使い方も強いわ。強いな、確かに。で、ヒーラー人形が、なぜかバルキリー回復しちゃってるから。いや、これヒーラーね、ちゃんと、あちゃくにスイッチしてたら、もっと延命できたな。そう、これ焼かれて、やられちゃってますね。やられちゃってますけど、まあ、仕事量としては結構悪くない仕事量してくれましたね。こっち方向削ってくれましたし。はい。なのでね、マジックミラー、初手で使ったりとかね、単独で、あちゃくにね、なんか疑似クイヒー、ちょっと強いクイヒーみたいな感じで使えるっていうのも悪くはないっすよね。ケースケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで今回は海外 YouTuber のイッツが紹介していたね、もうマジックミラー初手で使っちゃって、こうなんだろう、区画を壊すジャイアンドローみたいな使い方、はい、紹介していたのでね、今回動画でご紹介していきました。はい、ということで、こういう風にクラクラ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラミン西アの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。